鉄旅研さんファンタスティックトラベル、今回はオホーツクのど真ん中、石北本線遠軽から北見までの各駅停車の鉄旅です。まずは北見市の美食の数々を皆様とご一緒に楽しみたいと思います。日本で3番目に大きい湖、サロマ湖です。サロマ湖で獲れる牡蠣とホタテは濃厚な味わいが特徴で、味は日本一と言われています。サロマ湖が北見市所町の寿司の安さんで握る獲れたてホタテの握り寿司、甘みが強くコリコリとした食感、天然のホタテと食感は何ら変わりありません。北見といえば玉ねぎ生産量日本一、ここ北見オホーツクビアファクトリーでは北見の玉ねぎを丸ごと使ったカレーを楽しめます。フライドオニオン、丸ごと1個の焼き玉ねぎ、玉ねぎの溶け込んだカレーソース、オニオンスープと、まさに玉ねぎ尽くし。北見は焼肉の町です。町の中心街には焼肉店がずらりと並びます。数あるお店の中でも人気なのが炭焼き味覚園、地元産の生ホルモンを氷で締め、肉に甘みを増し食感をさらにアップさせます。また適度に熟成させることで旨味成分を増やしています。北見ではカルビよりもサガリが人気です。赤身が強いのに柔らかくてジューシー、しかし油っぽくありません。チマチョウは油は多いですが食感はあっさりしていて食べやすい。ハツはコリッとした食感で、今回私はタレでいただきました。北見グルメといえば塩焼きそばもお忘れなく。焼肉ほど歴史はありませんが、ホタテと玉ねぎを使った北見一押しの B 級グルメです。オホーツクの幸を生かしたラーメン、それならここ麺屋七しぐれ、網走のしじみをだしに使ったしじみラーメンがあっさりとしていて美味しいんです。北見の葛西牡丹園では6月になると500株の牡丹が咲き誇ります。この牡丹園の中にある古民家カフェがカフェ遊牧民族、カーリングロコソラーレの本橋真理さんが吉田千奈美さん、藤沢さつきさんをロコソラーレに誘ったカフェとして今や聖地になっています。ロコソラーレにより人気が高まったのがここ清月のチーズケーキ赤いサイロ、北海道素材を使ったチーズケーキの美味しさが全国的な人気となっています。そしてここ北見市丹野町の菓子工房志賀、丹野名物ワッフルが人気ですが、銀座千疋屋のようなフルーツスイーツも非常に美味しいお店です。その中でも夏場に大人気なのが丸ごと果実桃、新鮮な桃1個を使ったフルーツケーキです。桃好きにはたまらない一品です。オホーツクでは地元の採れたて素材の美味しさをそのまま味わうことができるんです。石北本線第4章はオホーツクのど真ん中、遠軽から北見までの各駅停車の鉄旅をお届けします。
合わせてかつてこの区間の海側を走っていた有毛線の鉄道遺産も訪ねます。北海道の美食を味わう鉄旅、ぜひお楽しみください。遠軽駅です。石北本線はここ遠軽でスイッチバックして南下していきます。現在の駅舎は昭和9年に改築された木造駅舎。木造のホームの屋根の前にキハ40が停車する姿は昭和の時代から何ら変わりありません。それではキハ40に乗車して石北本線の鉄旅をスタートしましょう。約78メートルにそびえる岩坊岩が右手に見えています。島式ホームの向こう側にはかつて遠軽機関区があり、機関車が待機していたんです。右が上川方面から遠軽に優先してきた線路、そしてここで北見に向かう石北本線はスイッチバックして左方向に折れて分岐していきます。靖国駅に到着です。1914年に開業した駅、当時は湧別警備員線でしたが、7年後の1922年石北線に編入されました。駅舎は平成元年に建築されたログハウス風の駅舎。石北本線では伊賀牛駅に次いで2つ目です。遠軽町はマルセップ、生田原と林業の町。靖国駅も元の駅名は下生田原。この唐松材の駅舎は町の姿をそのままに表しているなと思います。それでは靖国から生田原に向かいたいと思います。生田原の手前には2021年3月まで生野という駅ありました。ここですね。この辺に仮乗降場型のプラットフォームがあったんです。生田原駅です。2面2線の長いホームが印象的。側線はかつて林業の木材を運ぶ貨物ホームでした。生田原は玉ねぎ、じゃがいもなどの農業も盛んですので、線路の向こうにはいくつもの農業倉庫もご覧の通り見えています。これ生田原駅舎です。びっくりですよね。生田原の図書館とオホーツク文学館の建物に駅舎の機能が吸収されたものなのですが、それにしても豪華すぎ、すごい。ここは駅から徒歩5分の木のおもちゃワールド館、チャチャワールドです。木材加工の町生田原、木製のおもちゃもその一つ。ここは世界の木のおもちゃを集めたミュージアムなんです。からくりおもちゃ、くるみ割り人形、アニメキャラクター系の木製のおもちゃ、操り人形などなど、大小1万点もの木のおもちゃを展示収蔵しています。さあここから石北本線は有名な縄文峠越えに向かいます。北見山地の東端の峠を越えてルベシベに降りて北見に向かいます。山の中を25パーミル勾配 S 字カーブの連続で登っていきます。縄文峠は機関車時代には SL の10連の撮影の名所として賑わいました。縄文トンネルです。抜けたルベシベ側にかつて信号場がありました。スイッチバックの新宿工場が鉄道撮影の聖地となっていたんです。この周辺ですね。ここから一気の下り坂、旧縄文信号場から100メートル標高を下り切ると金花信号場に到達します。金花信号場です。右側に旧駅舎がそのまま残っています。2016年に
駅から信号場に変わり、まだ6年なので駅舎はほぼそのまんまです。上り線のホームも半分そのまんま残ってますよね。列車は北見盆地に入ってきます。西ルベシベ駅に入線です。西ルベシベ駅です。目の前がルベシベ中学校の校庭。10分ほど歩くとルベシベ高校と通学の学生でにぎわう駅なんです。西ルベシベ駅からルベシベ駅まではわずかに2キロ、所要時間は3分です。ルベシベ駅です。西ルベシベが2000年にできた新しい駅なのに対して、ルベシベは1912年湧別警備線北見駅とルベシベ駅間が開通した時に開業しました。このルベシベには昭和の初期御根代新任鉄道がありました。1954年のピーク時には現在の国道39号線で関北峠を越えて層雲峡の手前まで約81キロにも及ぶ路線を持っていたんです。1957年改築のコンクリート製の駅舎です。ではルベシベ駅を出発、北見盆地を東に向けて走っていきましょう。早速北見盆地の広大な玉ねぎ畑が広がります。奥の黄色い方は麦畑です。愛のない駅です。2面2線の複合ホーム、1912年の湧別警備線北見ルベシベ間開業に伴い開設された駅の一つです。1988年に改築された駅は黄色に赤の派手な配色、周囲には住宅とともに玉ねぎ畑が広がり、国内最大規模の玉ねぎ収出荷施設が車窓からも見えるんです。旧貨物ホームの横にはレンガ造りの農業倉庫が並んでいます。東愛の内駅です。単式ホーム2面2線、ホーム間は構内踏切で連絡しています。左側駅の北側にはさまざまな物流企業のデポが並んでいます。駅舎は戦前に建てられたレトロ駅舎、しかし改装がしっかり施されており、レトロ感は新旭川やエンガルの方が雰囲気強いかなと感じます。西北見駅です。仮乗降場形式の板張りホームの防線駅、1986年西北見臨時乗降場として開業しました。円筒型のコンクリート製の待合室、待合室の下には自転車の駐輪場とトイレ、周囲は北見の住宅街で朝夕の通勤通学に利用されている駅なんです。北見駅に到着です。言うまでもなく関北本線中核駅、相対式島式ホームによる複合2面3線のホーム構造です。駅南口にはかつて北見機関区が広がっていました。今もその一部が北見運転所として、車庫やさまざまな機動車がそこに待機しています。この車庫横の赤枠の部分の線路はかつてふるさと銀河線、国鉄四北線の線路があった跡なんです。これをたどっていくと、この線路の先の廃線跡は現在道路になっています。北見の観光名所北見八花記念館の横のこの道路は
もともとふるさと銀河線の線路だったんです。それではここで石北本線の海側を並行して走っていた旧国鉄有毛線の廃線跡をご紹介していきます。第1章に続いて今回は所と中湧別の間をたどってみたいと思います。中湧別駅です。第3章旧名寄本線廃線巡りのところでもご紹介いたしました。中湧別駅は有毛本線の西側の起点駅でもあったんです。しかしバス転換したはずの有毛線ですが、すでにバス路線も破綻。バス路線はケロチと所との間で寸断されていました。まずはケロチまでの有毛線の跡をたどっていきたいと思います。中湧別の月の五火山仮乗降場跡に向かいます。五火山公園には客車スハフとホームが保存されています。馬老駅の跡です。現在跡地には介護施設が新しく建設されているのですが、なんだかこの駅、介護施設、新しい駅舎のようにも見えませんか。馬老を過ぎると有毛線は佐野真湖の湖岸を走りました。遠浅の湖が車窓に広がり胸が躍ります。ケロチ駅跡です。現在湧別町の交通公園としてケロチ駅は保存されています。 C58 とそれに連結して客車のスハ45もホームに保存されています。駅舎もかなりリアルに保存されているんです。それでは所に行ってみましょう。所は北見市であり、北見駅前から所行きのバスがたくさん出ています。第1章で流氷が一面に張り付く冬の所をご紹介しましたが、今回は夏の所町です。このバスターミナルが以前所駅があった場所、そしてこちらの方に有毛線の線路が伸びていました。所町のサロマ湖岸に広がる日本最大級の源泉火炎、ワッカ源泉火炎です。特に夏は浜ナス、エゾスカシユリ、仙台萩などの花々が可憐に咲きます。オホーツク海とサロマ湖を区切るこの細長い砂州は竜宮街道とも呼ばれています。この海岸草原はキタキツネが遊び、四季折々に美しい自然を見せてくれています。それでは石北本線第4章、そして旧有毛線をめぐる鉄旅、ここ所で締めたいと思います。いかがでしたでしょうか。オホーツクの鉄道旅行、そしてオホーツクの美食、楽しんでいただけましたでしょうか。チャンネル登録にご協力ぜひともよろしくお願いします。